はい、どうもお疲れ様です。今回ですね、日米アークアクセス委員会、アースアクセス委員会ですね、こちらの方のちょっとデータがないんで、データ増やしのために動画の方を撮ってます。ご覧のように検索してもね、出てくるその検索結果がちょっと頼りないんですよね。で、下の方に動画が出てますけども、これ先日私が作ったやつなんで、まあマッチポンプかなっていうところです。まあでもね、情報発信できるものがあればあるほど、私もこうやって動画にしてですね、少しでも日米アースアクセス委員会の普及に努めようかなと思っております。ではですね、まずはね、こんなニュースがあるのをご存知でしょうか。はい、アーティスト古賀健二先生、シンボルオブピース30周年ということなんですけども、これ2022年の9月22日の報道なんですよ。で、こちらの方ね、実はね、日米アークアクセス委員会、アースアクセス委員会ですか、ちょっと言いにくいな、こちらの方も30周年を迎えたみたいなんでね、まあ30周年もやってるんだよってことですよね。で、次の画像ですけども、国連の協会で UNHCR っていうのがありますけども、国連難民サポーターっていうのがあるらしいんですよ。で、こちらの方にちょっとね、注目してみたいんですが、これですね、ホームページからちょっと引用してきたんですけども、毎月の皆様のご寄付が難民の未来を力強く支えますと。で、難民の未来のために寄付をしてください、難民サポーターになってくださいってことなんですよね。まあなんかね、世界を股にかけたなんか大規模な寄付活動なのかなっていうところですけども、次の画像ではこういうふうになってます。こちらの難民支援サポーターになってできることっていうのは、毎月1500円のオートシップの寄付ですね。1年間で手で簡単に持ち運びできる飲料水用バケツ50家族分ということなんで、まあバケツでね、水を運ぶの大変なんですけども、それでもバケツがあればできるってことなんで、少しでもお役に立てるんではないかなってことですね。で、3500円の寄付をすると1年で雨風からシェルターを守る防水用のビニールシートが26家族分なんですよね。まあ26家族分なんで、一集落分にはなるのかなと思いますね。で、毎月5000円のご寄付ということのコースですけども、1年で難民中でも家族と温かい食事が取れると、調理用具セット24家族分ということですけども、まあでもね、おうちっていうんですか、お家がないところにこういった調理器具セット、もちろん IH ヒーターとかはね、送ってもしょうがないんで、電気がないですから、お鍋とかね、なんかボールとかになるんでしょうけどね、まあそれでもこうやって毎月毎月寄付することによって助かる家族がなんか増えていくのかなと思うと、まあちょっとね、すごいことだなと思いますよね。まあ日本で暮らしてる限り、このそれぞれがね、まあ例えば毎月1500円の寄付ってそれできない金額じゃないと思うんですよ。で、少しの寄付でこういった例えばね、国連のやってる活動にこう参加できるっていうね、まあそういう例えば企業のイメージ戦略だったりとかね、それからなんか、やらない善よりやる偽善の方が優れてるって言います。まあこの活動が偽善だとは言いませんけども、まあ、思ったより簡単にね、支援できるなっていうところで、できるところからやりたい方には向いてるんじゃないかなと思います。で、ちょっと話戻りますけども、日米アースアクセス委員会っていうのは、まあ、こういったね、恵まれない方への支援も積極的に行っている、まあ、そういった取り組みだというふうに認識してますので、まあ、今回動画にさせてもらいました。まあ、皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。では、お疲れ様でございます。